はい、皆さん、こんにちは。あじゃで来てるブラックです。ブラックケイちゃんです、えー。どうもね、このね、ブラックの話をするのはね、どっちかっていうとあんまりしたくない。あんまりしたくないんですけども、えー、やっぱりね、国民としてね、今回ちょっとね、お話しするような、えー、話に関してはですね、まあ、知っておくべきなのかなと思ってですね、えー、ちょっとお話ししようと思いました、えー。で、何がブラックかというとですね、今回のお話はですね、えー、実はね、明日、 明日ね、実際には記事として、紙面としてはね発売されるこの週刊文春。週刊文春に関してはですね、あのー、一応ですね、オンライン版ということで、有料購読ができるような形になってるんですね。で、紙面としては明日発売されるはずなんですけども、そこにね、おそらくは明記されている、まあ、あるね、自民党の政治家の方、お二,人がお二方とですね、 昨今そのもう非常に話題になっちゃってるまあ旧統一協会ですねそこのまあ関係性というかですね要は自民党の幹部まあ元幹部の方がですねこういうような えことで、えー、関係性がありましたよというようなことで統一協会と要はね自民党の各有力な、えー、政治家の方,方々に関してはですね以前から関係がありましたよというようなことが大きくまたですねこの文集の記事によってクローズアップされてるといったような話ですなのでちょっとねまあ本当はグレーかもしれないけどねまあ実際にはね、えー、ちょっとグレーのシャツはね今ないんで <laughs> とりあえずですねブラックを着ましたって感じです でちょっと2、ね、人の政治家という話を、ね、しましたけども1人はです、ねえー、下村博文元文,文,、ねえー、文,科大臣文科大臣時代の献金のお話というのが1つあとはです、ね、もう一方はです、ねえー、高村前自民党副総裁に関する、ね、実は車の提供があったんですよみたいなね。 ご自身もその車の提供はまずかったかなみたいなことで、この文春のね、インタビューに答えてるみたいなんですけどね、ちょっとそういったような、まあ、あの、自民党のですね、えー、まあ元幹部の方がですね、そういったような関係があった、すなわちですね、今回、下村さんと高村さんの、えー、お二方の話ではあるんですけども、実際にはですね、 えー、この二方だけではないと。今回、抽出、ピックアップされたのは二方だけですけどもね。まあそういったようなことで、自民党のね、えー、かなりの政治家の方と、この旧統一教会のとの関係ですね、これがあるっていう話ですね。で、えっ、ー、とね、元もじゃあね、最初にね、まずね、このね、下村さん、えー、下村さんの話なんですけども、まあ、前政調会長ですね。えー なおかつですね文科大臣もお勤めになりましたけれども、えー、その時のお話としてですね、もともとやっぱりね文春の方うも、ね、インタビューをしたそうです。でこれ何かというとです、ね、でもともとこのね今現在は旧統一協会、今現在のえ名前としてはですね世界平和統一家庭連合という名称に変わっておりますよね。で実は この、ね、名称への変更というのはもともとこの統一教会がそれこそですね1990年代ぐらいに、まあ、バブルを終えてですねバブル崩壊日本はですねバブル崩壊して、えー、俗に言うその霊感商法と呼ばれるものをですねこの旧統一教会がしていましたというような時代にですね そういったようなことが、それこそですね、メディア等で報道されることによって、これはまずいなということで、この旧統一教会が名称を変更したいと。で、世界平今現在はね、世界平和統一家庭連合という名前に変わってるんですけども、でもそれを実際にですね、陳情、変えたいということで陳情したのが1990年代後半だったっていう話なんですけども、 ただそれがですね、実際にはね、約15年、十数年間の間、それをね、認められなかったんですね、名前の変更。で、この認められなかった理由に関してもですね、実はですね、えっ、ー、とね、文化庁は変更,変更をね、認証しなかったということで、当時のですね、この総務課長だった前川喜平さん、これ元ね、文科次官。 の方なんですけども、えー、この方がですね、ちょっと言ってたような話で、えー、このね、前川さんという方がね、言ってたような話、これもね、文春がね、えー、インタビューしたようなんですけども、安易なね、名所変更を認めれば、新たな被害者を生み出す懸念もあったので、宗教団体としての実態が変わっていない以上、認証するわけにはいきませんでしたというね、当時のこれね、総務課長の方が言われてました。 というようなことを受けてですね、実際1997年とかな、7年とか8年ぐらいの、やっぱりその名称変更ダメですよっていうようなことからですね、ずーっとね、十数年間、17,8年間認められていなかったんですが、なぜか、なぜか、なぜかですね、2015年の8月にですね、コロッと名前がね、急遽ね、変わったんですね。で、今現在の えー、そのですね世界平和統一家庭連合という正式名称に変わっていると。じゃあなぜね えそんなね、今現在においてもですね、まあ、霊感商法云々という名前だけはね、ちょっとね、規約化されてはいますけども、今現在もまだあると言われているね、要はその宗教団体としての活動内容であんまり変わってないというね、実態が変わっていない中でさっき言いましたように、総務課長の方がね、実態が変わっていない宗教団体で名称を変えるわけにいかないというようなことがなぜ、 コロッとですね、ひっくり返ったのかというところに、実は、えー、この下村さんがね、関わっているというような話で、どうも下村さんですね、ご自身のツイッターでつい最近もね、えー、なんか7月13日ぐらいですけど、えー、なんかそれに関してはかなり否定をされてるみたいですけどね、えー、要はね、文春がね、えー、インタビューして、それに対してね、下村さんは定否定をね、ご自身のツイッターでしたということなんですけども、 まあ分身はさすがにそこ,そこでは黙ってないっていうことでね、いろいろまた暴露してるねって話なんだけど、えー、要はですね、この旧統一教会とこの下村さん、例えばですね、後援会のね、えー、何でしたっけ、白栄会だっけ、えーね、要するに献金を受け取るような、政治献金を受け取るような、えー、そのね、えー、こういう団体のですね、白栄会これに、これとですね、実はね、 えー、その旧統一教会の絡みがありましたとかね、そういったようなことがね、つぶさに書かれております。このね、今回の文集の記事にね。えっ、ー、とね、でちょっとね、まあ、ちょこちょこっとだけね、話をしますけどもね、例えばね、えー、この下村さんが大臣、大臣の在任中の度にですね、インタビューに答えていたんですけども、月刊誌のビューポイント。 というね、記事に対あの、雑誌に対してインタビューを受けてたんですけども、ところがですね、このね、ビューポイントというですね、発行元はもともと、これはね、皆さんもね、名前ぐらいご存知、名前はね、ご存知かと思いますけども、 統一教会系の新聞社、社要は世界日報社ですね。この世界日報社に関してもね、ここ、本当に1、2週間でまたクローズアップされてますけどね。で、そういったようなことで、発売元はもともとのこの世界日報社が出していたこのビューポイントの月刊誌のですね、インタビューをちょこちょことこのね、下村さんは大臣時代に受けていたというようなことなんですね。で、それだけじゃなくてですね、さっき言ったようにですね、えーとですね、 えとごめんなさい、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってね、えー、この白友会ね,、えー、とね、下村さんのこの、ね、講演組織の白友会で、要はですね、この俗に言われるような、ね、献金を受けているような団体なんですけども、そこの白、ね、友会に対して、どうもね、この、ね、統一教会、ちょっと今回ね、また、まあ、詳細を教えたい方は、ですね明日発売の文、ね、身をご購入いただければなと思うんですけども、 名前はちょっと出しませんけどもねある方その統一会見統一教会にですね関係しているある方が献金をしているというねこの白友会にねというような話まで暴露されていてその実際の文書までねなんかえっ、ー、とねこれコピーされてね貼り付けられておりますというようなことなので、えー、これに関してもですね、まあ、また詳細を知りたい方は是非明日の文集買ってみてくださいという話なんですねで まあそういったようなことが、まあ下村さんに関してはですね、もう旧統一教会との関係が非常に明らかだよというようなことを文春はね、明らかにしておりますっていう中で、下村さんはご自身のツイッターの中では否定してるって話なんだけどね。まあそういったような話です。あとはね、さっきも言いましたように、もう一方ですね。えもう一方ね、ちょっと待ってね。え高村さんね。 えー、元、ね、自民党副総裁、えー、副総裁の、ね、高村さんに関しても、ね、やっぱり、ね、この、ね、統一教会と関連性がありましたということで,、えーとですね、この方に関しては、高村さんに関してはですね、えー、とねなんか、ね、統一教会関連企業の、ね、ハッピーワールドというところから、380万円相当の高級車であるセドリックの提供を受けていたということが発覚しましたと。 発覚しているって話なんですね。で、これに関してはね、高村さんはどうもね、ご自身では、ご自身ではですね、なんか認めてるようで、えっ、ー、とね、 このちょっと一文だけね、ちょっと読みますけど、私は政務次官で役職の車があったので、使ってはいないけれども、私の事務所で提供を受けていたことは事実ですと、事実は認めてるらしいですね、こういった提供を受けたってことをね、それに対しては不適切ですねと、だからまずかったと、それで協会と話して関係を断ち切りましたということを高村さんは言われてて、高村さんに関しては今現在、関係を断ち切ったと。 いったようなことをインタビューの結果としてお答えになってるって話ですね。まあ、というようなことでねちょっとね、まあ、かいつまんで私今回言ってます。で、より詳しいところ、さっきののね、あのー 下野さんのですね、講演組織に対する、ね、献金の、ね、話だとか、えー、具体的にいくらだとか、ね、具体的に誰かというようなこともね、統一教会に関係がある人が誰だということが具体的に名前まで出ておりますのでね、まあ、あのそういったお詳しいことをね、ま、たお知りになりたい方は、ぜひ明日の文春買ってみてはどうですかって形話ですね。私、文春の営業マンではありませんけどね、と <laughs> いうことです、えー。というようなことでね、今回ね、また文春がですね、まあ、 昨今の非常に注目度を集めてしまっている、まあ、あえ言うとね、集めているというか、集め,集め,集められちゃったというかですね,ね、なんかまたね、なんかね、タイムマシンじゃありませんけど、20年前、30年前にかも遡かのぼってです、ね、霊感商法を、真っただ中だったね、それが問題になった、その旧統一教会、またその頃に戻ったようにですね、安倍さんの襲撃、銃撃事件を受けてですね、また再度注目されて、 その注目されたがゆえにですね、えー、なおかつこれはもう皆さんご存知だと思いますけれども、えーまあ、お亡くなりになったですね安倍さんが、えー、その、ね、統一教会の関連機関である、ね、UPF の、えー、ビデオメッセージでね,、えー、おね、お話をされてましたよね、そういったようなことも暴露されてですね、いよいよもってこの自民党の各議員の方と、えーそのね、統一教会との関係性というのが、もうどんどんね、大ピラになってきてると。 いうようよまあねまあ残念と言っちゃうとったらちょっとね語弊があるかもしれませんけどもまあ参議院選は終わっちゃったわけだよねで、えー、まあ私も言いましたけどもある程度そのね同情票が集まってですね結局ね過半数をね過半数どころじゃないですよね大勝利自民党大勝利それ自公政権も揺る,が揺るがせないものにしちゃいましたからね えー、なおかつね、えーまあ、3年間選挙ないからね、まあ仕方ないんだけどね、でもこの3年間だろうが、5年間だろうが、10年間だろうがね、こういったような事実がある、今回の文春のね、えー、実際の暴露話やりませんけど、こういった事実があるということは、国民としては絶対に覚えておかなきゃだめだよね、っていう私は気がいたしますけどね。で、まあ、次回の選挙どうなるかはまたちょっと分かりませんけどね、というようなことで、 これね、さっきも言いましたように、明日発売のこれ、文集に出てきますね。えっ、ー、とね、週刊文集、7月28日後、実際の発売は明日ということでね。私は今、買いつまんだ部分しかお伝えしてませんので、またお詳しい、詳しい部分に関しては、ぜひご覧になってみてはどうでしょうかという話です。はい。なのでね、今回もブラックでした。ブラックケイちゃんがお伝えさせてもらいました。ご視聴ありがとうございました。皆さん、どのよう,うに思いますかね。 困ったもんですね。ということです。それではまた、バイバイ。